ゆなです。まいかです。今回はフライングタイガーさんで買ってきた可愛いと面白いという文房具を紹介していきます。一つ目。じゃん。キャンディー。キャンディー。キャンディーみたいに包まれてある。おお。これ何やったっけこの虫。テントウムシ。あ、テントウムシや。違う、名前が思い出せんかった。テントウムシの、これ鉛筆削りだ。あ、本当だ。瓶みたいな鉛筆削りだね。あ、瓶型の鉛筆削り。うん。てってけて、てってけて。え、2種類の、あ、3種類ぐらいのテントウムシがある。え、3種類のテントウムシ。4種類ある、4種類。え、すごいすごいすごい。初めて。同じに見えるけど。誰じゃん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 。はい。消しゴム。ピンクと薄いピンクとこれが赤。赤です。赤ね、同じ色だった。同じ色。リップ型の消しゴムです。はい、じゃん。メモ帳と鉛筆ですね。あ、もうくっついた。ここがスプーンになっています。あ、消しゴムだ。え、すごい。え、じゃあこれ鉛筆？なんかこの中に書いて、あ、真っ白だ、真っ白。じゃあこれさ自由帳にもできるね、うん、形が可愛い。ノートブック鉛筆付きです。そして最後ペンケースです。じゃんじゃん。あ、これ逆だ。これはケチャップかな。外国トマトケチャップの筆箱テンポとレインボーなんかね、スプラトゥーンみたいほんとやテンポです。ここのキャップの部分が鉛筆削りになっています。おお。ほら、ここから、どこ、違う、ここから入れるみたいです。開けんでもね、大丈夫、うん、以上でフライングタイガーで買った文房具を紹介しました。ティアラチャンネル。はい、次はこの店舗の中に入っているひなたちが使っている文房具を紹介していきます。1つ目、はい、これは鉛筆です。色鉛筆です。色を選べる。いいね、それ。なんか前100均で売ってた。100均それ。うん、100均。すごい、100均のペンもいいよね。うん。ペンです。ボールペンです。定規です。ボールペン、もう一個、あ、たくさんボールペンあった。ボールペンのミニーちゃんです。ハローキティのご当地のボールペンです。マイカは消しゴムの。マイカは以上です。デイジーのボールペンです。かわいい。ここがハートになっててかわいい。マリーちゃんの付箋です。かわいい。なんかね、1000円の福袋でたくさん筆箱とか消しゴムが3つとかいろんなのが入っとった。めっちゃ安かった。お得お得お得。で、最後かな。1、2、3、4、うん、最後はホッチキス。こことかをマニキュアとかこのキーホルダーみたいなのを取ってつけました。ちょっと高いね。まあ間違ってここにつけたけど、こうするとき痛いもん、めっちゃ。はい、以上です。ティアラチャンネル。今回はフライングタイガーで買った商品を紹介しました。2学期から文房具を使えば注目度間違いなし。